許せろ。はい、というわけで皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。さあ今回はですね、今手にしているこちらのハンドガン、少し前に発売されました東京マルイの新製品のガスブローバックガン、ハイキャパ DOR でございます。こちらのですね、開封動画まだご覧になっていない方は、説明欄のところにリンクを貼っておきますので、もしよろしければご覧ください。まあそんなですね、ハイキャパ DOR、いつものようにですね、命中精度の確認ですとか、あとはスピードシューティングを打ったりですとかね、そういうのをシューティングレンジでやってまいりましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。もう今回はですね、こうなんか前の喋りはあんまなくて、もうとりあえず見ていただきたいと思います。それではどうぞ。I will stand by.
you. I will survive. いいテイクさ。おお。一秒いけるかな。I will survive.2.00。あ、先輩。2.00。あ、惜しい。惜しい。ありがとう。はい、いかがでしたでしょうか。このハイキャパ DOR はですね、このマガジンがダブルカラムというのもあるんですけども、何よりですね、このブローバックのエンジン周りが今回リニューアルされてますので、それの影響でですね、非常に動きがいいです。連続で撃ちまくってこのマガジンが冷えてしまっても割ときっちり動いてくれます。で、そして命中精度なんですけども、まあ、こちらもですね、東京丸井製品ということでかなりまとまってくれましたね。で、開封動画の時に言ったんですけども、この DOR のサイトって結構独特なんですよ。今ご覧いただいておりますけども、なんかちょっと珍しい形をしているでしょ。なのでね、ちょっと使い勝手がいいのか悪いのかわからなかったんですけども、実際使ってみるとですね、割といい感じでした。もちろんですね、デザインの好みとかはあると思いますけども、私個人としては結構使いやすいサイトだなって思いました。でですよ、何よりね、びっくりしたのがこの DOR、普通に箱出しでスピードシューティング使えそうですね。映像でご覧いただきましたけども、このリアサイトを外してマイクロプロサイト、これをつけたこの状態でスピードシューティングやったんですけども、ご覧いただいた映像の通りかなり速いスピードで撃てたんですよ。いやー、あれはびっくりしましたね。自分にもびっくりしちゃったよ、ちょっと。ですので、シューティングをこれから始めたいという方にも結構これはおすすめできる一丁なのかなって思います。特にハイキャパって、このドットサイトを載せようと思ったら、普通のハイキャパだと、ここのね、シャーシに穴を開けて、で、マウントをつけて、ちょっとこの辺に載せないといけないんですよ。ところがこの DOR だったら、そのマウントを買う必要がない。そしてシャーシに穴を開けるっていう工作も必要ない。もうほんとポン付けで、ここについちゃうわけですよ。この手軽さがですね、素晴らしいと思いますね。で、これ開封動画の時も言ったんですけども、スライドに直接このドットサイト載せるので一緒に動くんですよ。これって使いづらくないのって思う方いらっしゃると思うんですけども、実際打ってると全然気になりません。まあもちろんですね、マウントをつけてこう固定した状態で載せるのに比べたら、それはドットはブレますよ。一緒に動くのでめちゃくちゃブレます。でも、慣れてしまえばそれでも全然問題ないんじゃないかなーってちょっと素人的には思います。特にですね、今回映像の中で撃ったのは、アンリミテッドと呼ばれるシューティングマッチのワンステージなんですけども、アンリミテッドは的が若干大きくて、で、距離もそんな遠くないんですよ。なので、アンリミテッドぐらいだったら、ほんと問題ないと思います。これがね、ジャパンスティールチャレンジとかになってくると、遠くで小さい的とかもあるので、素早くこう、サイティングし直すっていうのが難しくなってくるかもしれませんけども、アンリミテッドとかリミテッドぐらいだったら問題ないんじゃないでしょうかね。なので本当にこれからシューティングを始めたいっていうシューティング初心者の方っていうんですかね、そういった方が最初の一丁で使う分には全然問題ないんじゃないかなって思います。てかむしろおすすめの一丁だと思います。で、このノーマル状態にサイト直乗せ、これではちょっと満足できないなって思ってきたら、こういろいろカスタマイズしてね、それでこういうガチのレースガンを手にすればいいんじゃないかなって思います。なので繰り返し言うようですけども、この銃本体買ってしまえば何の加工もなしにドットサイトを載せられちゃうので、ほんとこれはとりあえずドットサイトを載せたハンドガンを撃ってみたい、ドット付きハンドガンが欲しいという場合は候補に入れていい一丁なんじゃないかなと思います。で、何よりこれ値段も安いしね、今までのハイキャパと1000円ぐらいしか違わないっていうね、非常に安いんですよね。まあまあまあ、そんな感じで、今回はこの新発売のね、ハイキャパ DOR をシューティングレンジで撃ってきたという動画でございました。シューティングマッチの動画をアップしたらですね、レースガンは高くて買えないよというコメントがいくつかありましたので、そういう方は、この DOR 検討してみてはいかがでしょうか。それでは、じゃあな。